市議会議員の川口博史です。今回は、福岡市の発展はというテーマでお話をさせていただきます。いろいろな天神ビッグマン含め博多のですね、開発やってますけれども、私たちしっかり考えていかなければならないのが、将来残念ながら人口も減っていく数字になってます。そういった中で、ただ、建て替えて新しくして儲かる中華採算上がるビルにチェンジしていこう、古くなったからチャンスだというのは分かるんですけれども、やはりしっかり、競争を煽るだけではいけないと思います。容積率を緩和すればその分義務といいますか、集中したですね、駐車場を作ったりとかもあってもいいと思いますし、残すべきものは残してもいいんじゃないかなと。まあ、残念だったのは博多駅前の、銀行のビルとか立派だったから、ああいうの文化施設にできないのかなと。採算だけじゃない部分、また天神もイムズとかもですね、いろいろ吸ったもんだしてできたビルも壊して新しくなるのかなと。確かに新しくした方が、また喜ばれるかもしれませんし、効率もいいかもしれません。しかし短期間でその繰り返しだけではいけないと思います。ヨーロッパとか行っても、古いものがしっかり残ってるし、旧市街はですね、いつ行っても変わらない。そして新しいところはしっかりリニューアルも合ってると思います。厳しい国では外観は残しなさい、内部をやり替えて使いなさいというと厳しい、建築の規制があるところもあります。日本は考えるのは少しやっぱり、壊して作りの繰り返しが多いんじゃないかなという気もしております。そして大事なのは、そこを使う人たちが、経済だけではない、やはり、効率よくうまく使っていくとかですね、うまくリニューアルするとか、場合によってはスクラップ&ビルドもやむを得ないと思いますが、こういった今からもうコロナも含めてですが、人口減が一番の大きな問題の中で、暮らしぶりや街の在り方も少しみんなで考えていかなければならないのかな、そういう視点も入れて、反対するわけじゃありませんが、そういった新たな街を作っていくという部分と、しっかりやるならば効率よくとか、経済理論だけじゃなくて使い勝手がいいとか、潤いや憩いがあるとかですね、そういった視点をうまくミックスしなければ本来の街づくりじゃないんじゃないかなと。まだまだそういう分野では専門でもないんですけれども、しっかりとですね、やっぱりその使う方、住む方、観光客がたくさん来ても急に今みたいにですね、来れなくなって大変なことになります。人口が増えるのがいいのか、どの程度までがいいのか、そしてまた新たな取り組みとして、どういった、今国際金融とかも言われてますけれども、観光というのも国も頑張ってますけれども、その度合いをですね、しっかり見極めて、福岡らしさを出せるまちづくり、しっかりとですね、議会の中で勉強して意見も述べていきたいなと思います。